どうもこんにちは、速稼塾の久保でございます。2014年から暗号通貨を始めて資産を築いてきた私なんですけども、現在ですね、2022年、あれから8年9年経ってですね、暗号通貨市場ってのは、まあ当時に比べるとね、圧倒的に、一般的になってきました。本当に多くの方がビットコインをはじめイーサリアムなどを知ることになって、そして新しいね、ディファイっていう概念が出てきたりとか、 NFT やメタバースなどもこう出てきましたよね。で、大事なのはブロックチェーンっていう、そういった仕組みなんですけども、でも注目してしまうのは暗号通貨の上がった下がったなんですよね。ビットコインでも分かったとか、イーサリアムでも分かったとかになってくると思います。で、現在の状況っていうのはかなりね、価格がだだ下がりしていって、本当にね、暴落とかね、崩壊とかね、そういった言葉が乱れ飛んでるわけなんですけども、実際どうなんでしょうかってことで、この辺でですね、いろんな方からのコメントも求められていたんで、総括してね、お届けしようかと思います。現在2022年6月19日の状況なんですが、まだまだ値段が高いなと思いますね。私はね、自分の購入した時とか、あとはもうこれ以上は買わないよっていう風なね、まあ分水嶺があるわけなんですよ。例えばビットコインっていうのは100万円以上になったら、もう私はね、手が出せないなと思ったんで、66万円で最終的な購入を済ませてるわけなんですよ。そう考えるとですね、今でもやっぱ4倍とか5倍とかっていう値段になってますんで、いや、やっぱり取得単価が全てだなと思いましたね。まあ、なんせ安い時に買って高い時に売るってことを考えたら、今私はまだビットコイン高くて買えない状態なんですよ。それからリップルもこの度40円になりましたけども、私最終取得単価42円なんですよね。42円で買って、そして198円で売却してますんで、そのことを考えるとね、やっぱりまだ高いんですよね。まあ、リップルですら私がもう最終的には42円でここで手を打とうかっていうふうに最終的に決めたところなんで、まだ高いと思ってます。つまりはどういうことかっていうと、この暗号通貨の価格が落ちるってことは、そこで売った人がいるんですよね。まあ、例えばリップルの例を取りますと、私が売った190円台で売った人って、それなりに大量取得してるわけですよ。で、そこで売却するわけですから、値段が落ちますよね。だから170円180円で買った方が貧乏くじを引いたという形になります。まあ、全てはこういうふうにできていて、誰かが売ったから価格が落ちたわけですよね。つまり誰かが利益を得たわけなんですよ。じゃあどこで仕込むのかって言ったら、その利益を得た人が仕込んだところになるというふうなテクニカル理論があります。これはですね、リップルで言うと、私のようにですね、198円あたりで売った人ってのは、最終的には40円あたりでもう手を打ってるわけですよ。高くても60円で最終的な購入を済ましてますんで、まあ3倍ぐらいの価格になった時に、まあ、手放して利益確定という形ですよね。で、利益確定をした瞬間に大量の玉が法定通貨に変わりますから、値段が下がるっていう流れが起きるのは、まあ、至極真っ当かなと思います。そういった形でね、やっぱりこう、しかるべき価格で仕込んだ人っていうのは落ちていくのが、まあ安心というかね、自分と同じような投資家さんが利確して、一定の利益を得たんだなっていうふうにチャートを見てるだけなんですよ。で、今ビットコインに関しましたらね、240万とか250万ぐらいになりましたけども、私が仕込んだのが66万ですからね、まだまだ利益確定をこの辺でしたい人もいるんだなと、思うばかりでございます。一時期700万円つけたじゃないですか。やっぱり700万円になると売りますよね。だから値段が上がり続けるってことはなくて、よし、この辺で自分の目標金額達成したから決済しようかなっていうふうに考える、700万円台での売却、500万円での売却っていうのが進んだってことなんですよ。だからね、500万円でね、仕込んじゃう人ってのはかなり先を見ている人なのか、それとも目先の利益に飛びついて、そうじゃなくなった、ちょっと気の毒な人かなってところですよね。イーサリアムもね、だからね、50万近く、44万か45万ぐらいまで伸びましたけども、私はね、イーサリアムに関しましては、まあ、20万円を超えたらもう買えないよね。でも最終的には100万を目指すけども、それは10年後くらいじゃないかなっていうふうに考えているところがあります。で、結局50万円前後までは行ったんですけども、そこでね、ある程度決済した人がいたので、今回の12万円ぐらいの価格になってると思いますけども、まあ、イーサリアムもね、1万5000円から2万とか2万5000円とか、あの辺で2019年あたり推移してましたんで、そこが仕込みだったんじゃないかなと思うんですよ。だからその時にイーサリアムはこれからね、さまざまなブロックチェーン暗号通貨を作る上でプラットフォームに選ばれるってことが分かっていれば仕込めたと思うんですよ。だからその時に情報を持っている人と、それから資金を持っている人、それから勇気を持っている人が買えたのかなと思います。このようにね、情報があっても資金がなければ買えないでしょ。情報と資金があってもやっぱり勇気がないと買えないんですよ。
今も同じですよ。今この価格で買う勇気、売る勇気、待つ勇気、この3つのうちにどれが自分にあるだろうかってことになりますし、資金があるのかないのかってことにもなります。もちろん生活資金をぶち込むことは私はお勧めしませんのでね、余剰資金をしっかりと稼いでおいたかどうかってことなんですよ。つまりビジネスができていましたとかどうかなんですよね。ビジネスで毎月毎月20万30万という余剰資金が稼げるようになったら、こういうチャンスを逃さずにほぼノーリスクで買えるわけじゃないですか。ノーリスクってのは資金がなくならないってことじゃないですよ。ゼロから稼いだ資金がまた元のゼロに戻ること、これがノーリスクじゃないですか。だからお給料はね、かなりダメージが大きいんですよ。だって1ヶ月働いて20万30万でしょ。これがなくなるとは30日分のロスですからね。でも余剰資金ってのはあくまでも例えば YouTube による、情報発信によるね、広告収益とか自分の作った商品がコンテンツとしてね、インターネット上で売れる、そしたら余剰資金とかってことになってきます。これ全部原価ゼロなんですよね。もっと言ったら自分が知ってることがお金に変わってるだけなんで、何回でも再生産可能なんですよ。100万円失っても同じような情報発信をすれば、だいたい80万円とか70万円ぐらいになるなって感じで視聴者さんがいる限りは商品売れますし、情報発信してる限り商品が売れるってことになるのは変わらないわけなんですよ。だからやっぱりね、クワドラントっていう考え方があります。労働者、スモールビジネス、ビッグビジネス、インベスターってね、4つの動きですけども、やっぱりね、ビジネスをせずにスモールビジネスにしてもビッグビジネスにしても、このビジネスをせずにインベスターの世界に入るのはとっても危険だっていうのがね、今日の総括じゃないかなと思います。だから今資金を失って右往左往してる方はビジネスを持ってないんでしょ。なのにこうね、投資の世界に入っちゃうと結構ね、不利な戦いを強いられちゃいますんで。でも現実そういう方が多いんで、ビジネスを構築した、いわゆるね、ノーリスクで投資に挑む方っていうのがいつも勝っちゃうんですよね。なぜなら勇気が出ますからね。今イーサリアムが40万とか、ビットコインが250万、でももっと落ちても買う勇気があるんですよ。でしかもその買う原則っていうのは、安く買って高く仕入れるですよね。その逆ですよね。逆、これやっちゃ勝てないんだ。すいません、もう一回言いますね。安く買って高く売るですよね。だから今相対的に安くなったなと感じた人ね、なんで買えないんでしょうか。それは今ビットコインが250万ぐらいですけども、この250万すら失うかもしれないと思うわけですよ。でもこの250万失ったところで、また来月には同じぐらい金額入ってくるなっていうふうな余剰資金が作れるビジネスをしている人だったら、チャンスだけしかないってことになりますよね。しかも情報発信を生業にしている人は、ビットコインを失ったというね、そういうことだけでも、含み損を変えたっていう情報発信だけでも、これ利益になりますんで、結局どっから見ても損がないってことになります。さあ、じゃあまとめです。2つお話ししましょう。1つはですね、商品を持っていますか、集客をしていますか、販売をしていますかっていうふうなビジネスを持っていますかってこと、これが一つ。もう一つは YouTube による情報発信をしていますかってことですよね。これ YouTube による情報発信をしていれば、少なくとも広告収益は狙えるわけですよ。あとはね、販売がすごく楽になるのと、こうやって情報発信をすることによって一緒に考えていく自分のマーケットができるんですよね。それではまた次回お会いしましょう。